皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。ミネチュブです。今日はですね、このルームミラーの、交換と簡単な取り外し、説明したいと思います。外す際はですね、この裏側のこのちょっとへこんでるところから、外したらですね、爪も結構折れやすいと思うんで、それだけ注意して外したら、ポロッと外れます。今回はこの LED タイプのちょうどこのこっち側を照らす部分が切れたので交換したいと思います。一旦切ります。お、簡単にワンタッチで取り外し可能です。取り付ける際は、LED やプラ、裏と表があるんでつかなかったら逆ですので、ご注意ください。あ、今ついたので、しっかりとですね、ついたかどうか。あ、ついてますね。はい。これで点灯となります。これ非常に明るいです。これはですね、ヤフオクで1000円ぐらいで12個入りで売ってました。ただその2個、12個うちの2個は、不良品があった場合の予備ということで売っておりました。カバーも、まあ、比較的簡単につくんですが、本当はこれ両手やった方がいいです。まあ、折れないように気をつけて、できる方はね、やってみてください。以上、ミーチューブでした。最後までご視聴ありがとうございました。